大阪ふさきす庁舎。大阪ふさき島庁舎は、大阪市住の駅南高北、さきすにある高さ256.0メートル、地上55階、地下3階建ての超高層ビル。愛称は、さき島コスモタワー。旧名称は、大阪ワールドトレードセンタービルディング。略称は、WTC。そのため、WTC タワーとも呼ばれた。 平成22年度予算が議決後、2010年6月1日に大阪府に譲渡され、現在の名称となった。世界各地にあるワールドトレードセンター、世界貿易センタービルディングの一つとして、大阪市港湾局が中心となって1988年、昭和63年に策定したテクノポート大阪計画に基づき、第三セクター方式で建設された。 掃除業費は1、193億円。高さは256.0メートルで、安倍の春かす、大阪市安倍野区、300.0メートル、横浜ランドマークタワー、横浜市西区、296.3メートル、リクーゲートタワービル、大阪府泉佐野市、256.1メートルに次ぐ、日本第4位である。着工時には、地上252メートルで計画されていたが、 同時期に、大阪府が建設したリンクーゲートタワービルの高さ256メートルであったことなどから、高さを4メートル増やして、リンクーゲートタワービルと同じ256メートルとした。しかしリンクーゲートタワービルの高さが厳密には256.1メートルとなったことから、僅差での4位となっている。サキスコスモスクエア地区に建設された、この超高層建築は、 大阪湾岸を象徴するランドマークであるとして1996年度、第16回大阪都市景観建築賞、大阪町並賞の大阪市長賞を受賞した。毎年秋頃に、ビルの2階から52階までの1176段の階段を駆け上る、広行工業株式会社スペシャルチャレンジ、ザライズ256が開催されている。建物の重要品は1、 3.31、横、縦である。当ビルからは、ATC、ハイアットリージェンシー大阪、インテックス大阪等と連絡通路が結ばれている。また、1階には、大阪南港コスモタワー内郵便局が設置されていた2015年3月閉局。建物北側の住友商事が所有する空地では、下記を中心に WTC オープンウェアスタジアムとして、 A ネーションなどのライブイベントが行われることがある。最上階の55階にはカフェなどが併設された有料の展望台。2016年4月時点で大人700円、中小人400円、用事無料がある。この展望台は地上252メートルに位置し、一般向けの展望台としては東京スカイツリーの第二展望台、451.2メートル、 アベノハルカスの 60F 展望台287.6メートル横浜ランドマークタワーの展望台273メートルに次いで日本で4番目に高く東京タワーの特別展望台223メートルや同じ大阪市内に存在する梅田スカイビル173メートルよりも高いなお年月日より時時の営業 最終入場時間21時30分ただし、月曜日定休となる。月曜祝日の場合は営業。翌日振り返休館また、東京スカイツリー開業。2012年5月後も、西日本では最も高い建築物内の展望台で、あったが、2014年3月7日に、安倍のハルカスの展望台が開業したため、こちらに、西日本一の座を明け渡すこととなった。 大阪の中心部から離れているため、梅田周辺の高層ビル街を含め、大阪市内を広域的に眺められるほか、大阪府内と神戸市街と阪神間の街並み、イコール、大阪平野全域及び、大阪湾一帯、京都市街を含む京都盆地、六甲山地、生駒山地、北摂山地、丹波高地、泉山脈、比叡山系を含む平山地、淡路島、明石海峡大橋、 関西国際空港、神戸空港、大阪国際空港、空気が澄んでいれば、紀伊半島の紀伊山地や四国の四国山地と、佐抜山脈と徳島市街、さらに、小豆島、中国山地、木美高原、鈴鹿山脈、布引山地、伊吹山地なども見ることができる。また、非営利団体、新日本三大夜景、夜景百選事務局によって、 夜景100選に選定されている。展望台への入場口は1階。展望台専用のエレベーターは52階までしか通じていないため、55階展望台まではそこから長いエスカレーターに乗り継ぐ必要がある。52階にも展望フロアが設置されており、車椅子使用者などエスカレーターの利用が困難な場合に限り、半額の料金で利用することができる。ただし、 事前の予約が必要。さらに、55回展望台と屋上のヘリポートに挟まれた空間には、金網が張られた範囲や外形の第二展望台が存在し、イベント時など年に数回ほど一般開放されることがある。コスモタワーは、1995年に完成したが、アクセスの不便さやバブル崩壊により、周辺の開発が進まなかったこともあって、 オフィス入居の予測が外れ、空きフロアも出た。そこで、大阪市は、市役所にあった、行政部門の内公安局、水道局、建設局、ゆとりと緑振興局、環境局や、第三セクター、関連会社などを多数移転し入居させ、大阪市役所、第二庁舎と称されることもあった。後に、大阪府による、本建物の買収に伴い、これら大阪市の部局は、 ATC や大阪市中央卸売市場へ段階的に移転し、2011年9月をもって、ドービルからの支部局の移転はすべて完了した。2003年4月1日、WTC 大阪の事務局は、大阪国際経済振興センター、インテックス大阪の国際部に吸収され、アイベプック、大阪企業誘致センターとなった。WTC は、 1996年度の決算から債務超過に陥り、2003年3月の2002年度決算時には236億6446万円の債務超過という事実上の倒産状態にあった。そこで2003年6月に WTG は ATG や港町開発センターと共に金融機関に債務免除を求める特定調停を 大阪地方裁判所に申請した。2004年1月31日の大阪市会での調停案受け入れの議決を経て、2004年2月12日に金融機関との間で以下の内容の特定調停が成立し、経営再建が進められることとなった。2004年6月24日には、前伊東中都市開発社長の船越洋三が民間から 大阪ワールドトレードセンタービルディング社長に就任し、経営再建に取り組んだ。その結果、2005年度に、初めて黒字を計上した。また、2007年9月現在、入居率は81.6%となっている。2004年、大阪の市民グループ、三張版は、当時の関純一大阪市長に対して、大阪市が、WTC に対して支払う賃料が、 適正賃料より、はるかに高いという理由で、主張らに対する損害賠償及び適正額を上回る額の賃料の支払いの差止めを求める住民訴訟を提起した。この訴訟において、適正賃料の鑑定が行われた結果、1998年当時、及び2000年当時の適正賃料は、実際の賃料の2分の1であることが判明した。2008年6月26日、 大阪地裁は大阪市の同ビル及び ATC ビルへの賃料が高額だが適法との判断を示し原告の請求を退けた。一方で判決文中でより低い賃料で契約することは可能だったとも言及した。なお2008年2月の時点で大阪市特定団体再建検討委員会によるシミュレーションの決では2004年の特定調停時の 経営計画通りに再建が進まずに来ており、現行賃料のままでも2010年には、ほぼ確実に運転資金が底をつくと指摘される。平松国夫大阪市長は、特定調停に基づく再建を断念すると2008年のインタビューで答えている。2008年8月3日、大阪府が WTG を買収した上で、大阪府庁舎を WTG へ移転する構想を、 橋本徹大阪府知事が検討していることが明らかになった。府知事は5日に平松国夫市長を訪れ、老朽化が激しい原府庁舎の建て替え案、耐震補強案に次ぐ第3の案として WTC 移転案を正式に表明した。他の2案と比べると一番安価な案であり、府議会自民党や府議会民主党なども関心を示した。2008年8月22日、 橋本府知事が、府議会議員らと WTC を視察し、関西国際空港や神戸空港へのアクセスの良さ、周辺に利用可能な空き地が多い等の理由から、府庁舎を移転するならば、WTC しかないと言い切った。また、2008年9月11日には、京阪電気鉄道の佐藤茂雄最高、経営責任者が、橋本府知事の府庁移転案に答える形で、 中野島線の WTC までの延伸を検討していることを明らかにした。2009年2月24日、橋本徹知事は大阪府庁の位置を定める条例制定の件及び移転経費を盛り込んだ一般会計補正予算案を大阪府議会に提案した。2009年3月24日に大阪府議会で採決が取られた。 地方公共団体の事務所の位置を定める条例の開廃には地方自治法第4条第3項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の多数による動画必要だが橋本知事の与党である自由民主党議員団49人からも増反者が出て同じく与党の公明党議員団23人が一致して反対 野党の日本共産党議員団十人も反対し、野党民主党議員団二十四人は自主投票となった。無記名投票による採決で、出席議員百十二人、特別議決の際には議長も投票する中、賛成四十六票、反対六十五票で否決された。その後行われた移転経費の補正予算案についての無記名投票による採決では、賛成者がさらに減り、 投票総数111人、議長を除く中、賛成40票、反対69票と賛成少数につき、否決された。この間、テナント誘致策を取りやめ、テナント入居の申し込みや、テナントからの増床の申し込みを断っていたことが、報道されている。2009年3月26日、不調意転案の大阪府議会での否決を受けて、大阪市により、 運営会社の株式会社大阪ワールドトレードセンタービルディングについて会社構成法の適用申請が大阪地方裁判所になされ保全管理命令が発せられた。これにより裁判所の選任する管財人による再建計画の内容等新たな調整が行われることになるとともに大阪市は特定調停での損失保証条項による支払いを 金融機関から求められることになった。2009年10月27日、大阪府議会本会議で WTC 購入の債務負担行為を認める平成21年度一般会計補正予算案が可決された。3分の2以上の賛成が必要な不調移転の条例案は否決されたものの、橋本知事は知事室と 議会以外のすべての部局を移転の対象にすると述べ、実質的な不調移転を目指すことを強調した。また、知事ら特別職の執務室となる特別職待機室を WTC 内に設置し、週の半分は滞在する予定だとしている。2010年3月8日、ビルを約80億円で大阪府に売却する内容を含む株式会社大阪ワールドトレードセンタービルディングの 構成計画案について大阪市議会が同意する決議を行う。同年3月24日には大阪府議会が WTC 購入費や移転費の現実の支出を認める平成22年度一般会計予算案を可決。2010年3月26日に同社と大阪府が WTC 売買の仮契約を締結。 2010年3月29日、同社の関係人集会において、公正計画案の承認決議がなされ、続いて、大阪地裁が公正計画案を認可した。2010年5月下旬に、大阪府議会が重要財産取得の議決をして、同社と大阪府の間で本契約を締結。2010年6月1日付で、大阪府に所有権が移転され、 大阪府サキス庁舎に解消された。株式会社大阪ワールドトレードセンタービルディングは2010年7月末に解散し2011年3月2日に生産決了した。2011年2月15日には、ふもと庁舎内にあるリソナ銀行大手支店、不指定金融機関の統括店を母店とする友人出張所、リソナ銀行大手支店サキス出張所を 東庁舎 18F に解説した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災により大阪府内の揺れは最大で震度3だった9日の前地震においても本庁舎において震度1の揺れが観測されている。先津庁舎では長州沖地震動により天井の落下や床の亀裂など百六十箇所が 損傷、防火度の破損、エレベーター全32機中26機が緊急停止し、うち4機に男性5人が5時間近く閉じ込められ、エレベーターを支えるワイヤーロープが絡まる、地震発生から、丸1日が過ぎた12日夜の時点でも発機が復旧しないなど耐震性への不安が露呈した。このため、橋本徹知事は先視聴者について、耐震補強する考えを示した。 長周期地震動に対応するための回収費、約45億円が、名古屋大の福和信夫教授、建築学らから、地盤と建物の共振による耐震性の欠如を指摘するなどされたことを受け、災害対応拠点としては難しい、本庁舎としては難しい。全面移転はないとして、全面移転案を断念。橋本知事は先市庁について、耐震補強をすれば、 災害対応拠点ではない通常のビルとして使用できるとして、先市庁舎売却による即時撤退を否定した上で、現在の知見では倒壊の恐れはないものとした上で、先市庁舎の耐震補強を急ぐとともに、同年11月に同時執行が想定される2011年、大阪府知事選挙と2011年、大阪市長選挙の結果と大規模地震の想定未死が終了する2012年秋の 中央防災会議における、サキス庁舎の耐震性に関する知見で問題が解消されれば、サキス庁舎を防災担当以外の業務や、大阪湾岸地区の行政拠点と大阪湾岸地区を対象とする国総合戦略特区のシンボルタワーと位置づけるとし、本庁舎、大阪市中央区とサキス庁舎によるに、庁舎併用構想を示している。一方、3月20日には、 全面移転反対派。ただし先視聴者購入予算には、賛成で、府議会議長の長田義明、自民党が、本当にこの地震が起こってよかったとした発言をし、後に釈明するに至った。これを受けて、自民府議団は、序断処分とした上で、議長辞職を勧告。自民党大阪府連は、長田府議長の大阪府議選における公認を取り消す。 こととした、それにより無所属にてり、候補することとなったが、落選した。大阪府は、2012年5月、先津庁舎の徴収記事振動対策工事を、大林組が落札したと発表した。落札額は8億6560万円。予定価格は10億1000万円だった。大阪府は2017年8月9日に、7階から17階までの、 全フロアのホテルの入居が決まったと発表した。ホテルの名称は、先島コスモターホテル、歌唱で2018年8月に一部開業、2020年には全面開業する予定。堺市の自動車販売業で、ホテル事業に進出している、リコジャパンと泉市の不動産会社の西辻事工務店の共同事業で、両社が100%出資する新会社がホテルを運営する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。